人以外の動物の皮膚なら何でも見ます。獣医皮膚科専門医のいおりです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。今日ちょっと、皮膚と離れたお話をするんですけれども、実はですね、私は皮膚の専門家でもあるんですが、耳の専門家でもあります。でこれはちょっとね、人の医療と違うところなんですけれども、お医者さんの場合はですね、耳鼻科でお耳を見るんですけれども、実は獣医さんのですね、専門の範疇でですね、耳っていうのは皮膚科に入るんですね。なので皮膚科の教科書の最後の方には耳のコーナーがちゃんとあったり、するんですけれども、なんでかというとですね、実は皮膚の病気と耳の病気が併発することがとっても多いんですね。あと、耳ってこう見てもらうと分かりますけれども、皮膚からもう続いている構造ですよね。特に一番入り口のところ、外耳って言いますけれども、ほとんど皮膚と同じような構造をしています。なので獣医の方では皮膚科の専門が耳も専門で扱うということで、私の病院でも皮膚科と耳科、耳科ですね、の専門外来っていうのをやっています。ということで、今日はちょっと耳のケアについてお話をするのと同時に、耳のケア製品のおすすめのものをご紹介したいと思います。そもそもなんですけれども、お耳はですね、耳垢があって良いものです。耳垢が完全に ないのが健康とは思わないでください。少しぐらいやっても問題ありません。で耳垢、健康なお耳だったらですね、ちゃんと自分自身で外に排出する力を持っています。耳の自浄作用っていうのになりますね。なので、あえて、一生懸命耳掃除したりだとか、特に綿棒を使ってね、耳掃除するっていうのは絶対にNG です。で、あと、気をつけていただきたいのが、ペットショップなんか行ってお耳のクリーナーっていうの売ってますよね。ああいうのはで、ね、闇雲に選ばない方がいいです。というのは、結構これいいかなと思って選んでみて使ってみたら合わなかったり、逆にそれが原因で外耳炎を起こしてしまって病院通わなきゃいけなくなったりすることもありますんで、あんまりですね、耳はいい意味でいじらないというのがいいと思います。ですけれども、ご自宅でも簡単に耳のケアができる製品をちょっと紹介したいと思います。で、それはこちらです。ザイマックスイヤープロテクターになります。で、その名前の通りなんですけども、プロテクターって書いてあるんで、ちょっとですね、これ見てもらうと、こういうお耳に入れるタイプなんですけど、わかりますか？ちょっととろっとしてますね。とろっと、ちょっとオイリーな感じなんですね。このオイリーな感じがいいのは何でかっていうと、お耳のこの外耳の中をちょっとこうコーティングしてくれて守ってくれる作用があります。で、こちらの製品、このオイリーなこの素材によってですね、耳垢のこの外に出る流れを良くしてくれてるんで、一生懸命耳の洗浄剤で洗うんじゃなくて、これちょこっと垂らしておいてもそのままほっとけばいいです。そうすると自然に出る力をちょっとサポートしてくれる。特にジメジメ梅雨時期、夏時期なんかは耳垢多くなりますよっていうワンちゃん、猫ちゃんいらっしゃるようでしたら、こちらでちょっとサポートしてあげるのがいいかなと思います。もちろんこれ毎日でも使えますけれども、ちょっとしたその日常的な耳ケアとして使うんであれば、週1回2回ちょっとつけておけば十分かなと思います。でさらにですね、これお薬ではないんですけれども、酵素がいろいろ入ってます。で特に雑菌を抑える系の酵素が複数入っておりまして、ちょうどですね、例えば外耳炎に過去になられた方で耳垢調べてみたら、バイ菌が出てますよとか、マラセチアっていうカビが出てますよとかっていうふうに言われた方、そういう方にもおすすめです。お薬ほどではないんですけども、ゆるーく、抗菌活性がありますんで、ちょっとバイ菌負けしやすいお耳の患者さんなんかにも使えますし、比較的こう刺激もですね、すごく少ないんで、外耳炎の子にも使えるような製剤で、ちょっとした外耳炎だったらこれ使って良くなってしまうなんてことも十分にあるかなというふうに思いますんで、非常にこれはうちの病院でも外耳炎になってですね、例えばお薬とかで治療して、その後再発しないようにケアしていく段階なんかでも、結構このザイマックスイヤープロテクター活躍しております。で、使い方のポイントとしてはですね、さっき言ったようにポタポタと垂らして耳をちょっと軽く揉んでもらえばいいんですけれども、揉む時にですね、ちょっと私の耳でも申し訳ないんですけども、耳の根元をかなり優しくマッサージしてあげてください。で、例えば両耳つけたとしたら、なんか入ってきたんでワンちゃんブルブルって顔を振ると思います。そうすると耳たぶのところにちょっと、この製剤がつきますから、それはまあ軽く拭いてあげて、あとはもうほっといていただいて大丈夫です。で、先ほど申し上げた通り、デイリーケアという日常のケア的に使うのであれば、週に 1,2 回ぐらい使っておけばいいかなと。で、ちょっとたっぷりめに入れるといいです。ワンちゃんの品種によりますけれども、比較的5キロぐらい前後のワンちゃんでしたら、3,4 滴ぐらい使っておけばいいかなと。で、この製品の説明書にはもう耳の通り道満たすまで
たっぷり使ってくださいとありますけど、まあそれだとちょっと経済的にデメリットがありますので、まあ3、4滴ちょっと大きい子だったら 4、5滴入れてあげればいいかなと。あとフレンチブルさんとかチワワさんとかですね、まあ担当種の子たち耳ちょっと細いんで、そういう子たちはちょっと少なめでもいいかなというふうに思います。なので、まあ使い方、そのようにしていただくとワンちゃんもまああまり負担なくですねできるかなというふうに思います。ということでですね、まあ今日のまとめですけど、実は獣医さんの耳のジャンルっていうのは皮膚科医が見るよってことですね。あとは、まあ、耳のお掃除とかはあんまり余計なことしなくていいと、まあ、むしろ洗わなくてもいいことも多いですよと。で特に、自己判断でですねクリーナーとか使って洗うのはちょっと控えていただいた方がいいかなと。もし使いたいんだったらこういうようなプロテクター系のものを、使っていただくといいと思います。だいたい週に1回から2回という感じで、この夏乗り切っていただければと思います。耳に関してもこれが私のファイナルアンサー。